バウアウアウは、1980年代前半に活躍したイギリスのニューウェーブバンド。ポストパンクの機手、アダムジアンツから、マネージャーのマルコム・マクラーレンが、リーダーアダムアントを除くメンバーをすべて引き抜いて、ロンドンで結成。ボーカルは、クリーニング屋で働きながら、歌を口ずさんでいるところをスカウトされた14歳のビルマ系女性アナベラ・ルーウィーン。1980年に、 シングル C30C60C95 とミニアルバムユアカセットペットでデビュー。レコードを作らずカセットテープのみで発表された。レコードはもう古い、電車の中でも街を歩きながらでも車でも聴ける、カセットの時代が来ると主張したが、後にレコードでも発表された。1981年にアルバムジャングルでファンファンファンをリリース。 ジャケットの裸写真を見た彼女の母親が問題として、低訴、発売延期にまで至った。凄腕のテクニックで、ジャングルビートと呼ばれる斬新な音楽スタイルで、イギリスのみならず、日本でも人気が出て、資生堂の CM にも登場した。1982年には来日し、マッドネストジョイントコンサートツアーを行った。1983年に一旦、解散している。 ベース奏者のリーゴーマンは現在も唯一在籍するオリジナルメンバーとなっている。ありがとうございます。